はい、こんにちは。今日も習慣化のお話をしていきます。題してコミットメント早期タイミングということで、皆さんはゴールとして何を目指しているのか覚えてますかっていう話になります。一生懸命頑張るっていうのはとても大切なことだと思うんですよ。ところが、がむしゃらに走ってゴールもないのにマラソンをやり続けるって嫌じゃないですか。何のためにやってるの、どこに向かって頑張ってるのっていうのが迷子になってしまうほど虚しいものはないということなんですね。で、そこで自分が一体何にコミットメントしているのかっていうのを定期的に思い起こすっていうのが、今回のタイトルのコミットメント早期タイミングっていうものになります。これが使えるわけなんですよね。で、結局習慣化っていうのはテクニックを知らないとか学ばないで取り組んでいくのって超難しいんですよ。で、人間っていうのは基本的に続けられない生き物なんですね。条件がないと。で、以前の動画の中でも、天敵が現れたら逃げるとか、美味しい食べ物が目の前に見つかったらそれを取りに行くっていう風に、ある程度のこうなったらこうするっていう条件が発動しない限り、人間っていうのは行動を定期的に続けていくっていうことはやらないんですよ。つまり習慣が身につかないわけなんですよね。だからテクニックっていうのを知ることによって、挫折、やめてしまうとか、サボる、やらないっていうことを防いでいきましょうということになります。で、だから習慣化を身につけるための心がけとしては、ゴールは何かっていうのを定期的に思い出すことが大事なんですよね。だから、ゴールここにたどり着きたいです、じゃあそのためにやる手段っていうのは何なんだろうっていうことに結びつけていくという、そんなお話になります。これが習慣化への第一歩なわけなんですよ。というところで、皆さんに質問をしたいんですけれども、もう年末にも差し掛かった今日この頃なんですが、2020年のお正月に立てた目標を覚えてますか？ねえ、難しいですよね。僕もじゃあ覚えてるかっていうと、このね、DAIGO さんの本を読みながら、ある程度その覚えてるものはあるんですけれども、残念ながら今年の目標達成ちょっと見えないなっていうちょっと虚しさもあってね、現実逃避したいな、でもここで逃げたらまずいしなって今心の葛藤を覚えている今日この頃というところです。はい。で、多くの人ってなかなか覚えてないと思うんですよね。で、ゴールも目的もやることも全部覚えてないと思うんですよ。もうこれは仕方ないんですよ。なぜかっていうと、これまでテクニックを学んだこととか知識とかっていうのを知ったことがないからなんですよね。知ればできるんですよ、これって。今日のコミットメント早期タイミングっていうのさえ覚えてしまえば、で、その状態だと当然皆さん自身のモチベーションっていうのも上がらないし、続けられないものも仕方ないよねっていうところなんですよ。じゃあそれを防ぐために具体的な取り組みとして何をやるかっていうのが今日の、メインになっていきます。それは何かというと、めちゃくちゃ簡単です。朝起きた時とか、あるいは夜寝る前に、自分が何をしようとしているのか、その先にはどんなゴールを想定しているのかっていうことを口に出してみるか、紙に書き出してそれを眺める、これだけです。これだけなんですよ。メモを読むのは簡単ですし、口に出すことも簡単ですよね。どちらももう習慣的にできるわけなんですよ。歯を磨くよりも簡単なんじゃないかっていうくらいですよね。これは何かっていうと、1日1回以上ゴールを思い出せるような状況っていうのを作り出すことによって、それがやるべきことなんだ、じゃあそれのために何か自分は取り組まなくちゃいけないなっていう習慣化につなげていこうっていうことなんですね。だからゴールの振り返りをすることによって、皆さん自身の行動っていうのを生んでいって、そして習慣を定着させていくというために、このコミットメント早期タイミングっていうものを使えるということになっていきます。で、こういう例え話をしたらなんとなく理解できるんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、流れ星って皆さん見たことあります？で、多くの人が流れ星を見たら、その1秒くらいでシュンって消えていく中で、願い事を3回言うことができたら願いは叶うっていうじゃないですか。あれ、まあまあ今思えば迷信だろうっていうふうに大人の方だったら思うかもしれないんですけど、僕はそれは本当だって思ってて、何かっていうと、その一瞬流れるタイミングですら思い出せる自分のゴール、目標、夢っていうのをバッと言えるっていうことは、常にそれを考えていて、そのために何かしらの行動をしていて、で、気づかないうちに習慣的にそのゴール達成のための取り組みを何かしてるんですよ。っていうくらいじゃないと、やっぱりゴールって忘れてしまうし、取り組みもやらなくなってしまうっていうわけなので、だから皆さん自身がまず目指すべきっていうのは、その
流れ星が流れてきてもすぐに言えるだけの目標を常に頭の中に入っているかどうかっていうことなんですね。かその状態を作っていくために朝起きた時とか夜寝る前に1日1回以上を自分の立てた目標ゴールっていうものを口に出してみたりメモを書いたものを読んでみたりっていうことをぜひやっていただきたいというそんなお話になります。やっぱりゴールっていうのが分からなくなってしまうと何するのかっていう取り組みの方もなくなっていってしまいますんで結果何もやらない習慣化もするわけがないっていう風になっちゃうんでそうならないためにもゴールを思い出すっていうのをもう1日1回以上やるっていうことを心がけてぜひやってみてくださいということで、今日の習慣化のお話でした。最後までご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンとそれから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとかあるいは伸ばしていくそんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。